はい、今回もご視聴いただき誠にありがとうございます。今回は前回の動画の続き、木曜日からやっていきたいと思います。で、本当は前回の動画と今回の動画を1本で作ろうと思ってたんですけど、尺の関係上ちょっと2本編成にさせていただきました。というわけで、この日は4月11日の木曜日からスタートしていきます。で、この日は大学は全休で、もう一日家で勉強したりしていた一日ですね。で、まず朝起きたのが遅いので、午前中はとりあえずアフレコ動画編集の方していきます。で、これ、今回でアフレコするの3本目なんですけど、アフレコをするようになって思ったのが、本当に動画編集の時間がめちゃめちゃ減ったんですよ。というのも、動画編集の中でテロップを作るのが一番時間かかっていたので、それがアフレコになったっていうので、もう、1本作るのに大体2時間程度時間が早くなりました。なんですけど、たまにはテロップの動画も出そうかなと思ってるので、よろしくお願いいたします。というわけで、この日は勉強は午後からしていきます。今日は移動して図書館で本日は勉強していきたいと思います。この図書館なんですけど、まあ、平日全然人がいなくて、もう撮影するのも全然人目を気にせず撮影できたので、図書館に行くのは土日よりも平日に行こうかなと思ってます。というわけで、この日は第164回の過去問を解いていますね。この日は商業簿記、会計学と、あと原価計算、あと工業簿記も全部一通り解くようにしてました。まあ、なんですけど、商業簿記、会計学を解いた時点でちょっと集中力が消えてしまったので、一旦これで図書館での勉強は終わりにしたいと思います。いや、田舎の外の景色はいいですよね。というわけで、ここからは長期インターンの面接する前にちょっと書類出すので、その書類を作っていきたいと思います。いや、マジで10社ぐらい長期インターン受けたんですけど、もう書類でだいぶ落ちちゃったので、まあ、インターンって厳しいんだなと痛感しております。というわけで、書類も書き合ったので帰りたいと思います。いや、マジで長期インターンどっかしら受かってほしい。自転車の空気を入れて帰宅しました。というわけで、おっと、時計がちょっと止まってしまっているので、電柱入れ替えていきたいと思います。実はこの時計、4月10日この前日から止まっていたことに編集してやっと気づきました。電池って充電式と使い捨てのやつ、どっちが長持ちするんですかね。ちょっとその辺全然わかんないんですけど、まあ、いつも充電式の電池を使っています。というわけで、時計直りました。でも、ちょっと針が違うとこ刺しているので一回直して、はい、ただいまの時刻は3時29分でございます。というわけで、外出て、ちょっと一旦運動してきますね。そろそろ、まあ、就活関係のことも、まあ、インターンとか応募もしなくちゃいけないので、まあ、ちょっと、ここからは調べ物していきます。まあ、サマーインターンとか、もう、バンバン書類で落ちるって聞いたので、もう50社近く受けたいなと思っております。ここからは、工業簿記、原価計算の方を勉強していきます。簿記1級の試験日が6月9日なんですけど、それまでに、まあ、就活も進めつつ、勉強も進めつつ、時間配分をいい塩梅にこう分散させて取り組んでいけたらなと思っております。なので、この日もちゃんと夜は過去問解きます。いや、枕の横に過去問置いてあるっていうね、まあ、移動したくないっていうズボラ精神が見えますけども、さあ、しっかり過去問を解いていきます。もういつの過去問を解いたか忘れてしまったんですけど、まあ、反応を見る限り合格点は超えていないかなっていう感じですね。というわけで、コメントの返信をしまして、この前の一発目のアフレコの動画のコメントをちょっと見たんですけど、皆さん優しいのでアフレコの方がいいよみたいなコメントも結構多くて、本当に嬉しかったです。というわけで、曲の長さもちょうどいいので、木曜日はこの辺で終わりましょう。というわけで、おやすみなさい。バイバイ。はい、おはようございます。この日は4月12日金曜日ですね。ここからは BGM 変えていきたいと思います。というわけで、この日は大学があって、その後にちょっと予定があるので、あまり勉強時間は取れないんですけど、しっかりとね、空いた時間で勉強していきたいと思います。というわけで、朝は何から始めるかっていうと、やっぱりパソコンを起動させて、さあ、ここからは新聞をまずは読んでいきましょう。この日読む記事は何ですかね。というわけで、コンビニ大手ですね。いやー、高決算らしいんですよ。株価も上がってるんですかね。まあ、あまりちょっと個別株は全然買ってないので、あまり何とも言えないですが、というわけで、ここからは勉強していきたいと思います。この日は過去問は解かずに、苦手分野だとか、工業部原価計算を中心に頑張っていきたいと思います。はい、ここで1戦目終了です。さあ、ここからは大学行くので準備していきます。
だこういう中途半端な時間の電車はですね、大学生で結構人がいっぱいなので、ちょっと知り合いとかいると気まずいですが、大学行ってきます。はい、終わりました。というわけでこの日は3限終わりですね。さあ、このまま次の予定に行きたいと思います。さあ、この日行くのはですね、浦和ですね。友達とちょっと就活のこととか、まあ、ちょっと僕が YouTube やってることを知ってる友達とちょっと話しに行こうかなと思っています。というわけでこの日は Mac で一緒にやっていきたいと思います。今この友人はちょっとイケメンなので、罰としてしっかりとモザイクをつけておきます。この時に話したのが、これからアフレコを始めるっていうことを話して、その時にまあこれからどういったコンテンツ作ればいいかとか、そういった話をしました。というわけでこのまま大宮へ向かいますね。でこの後は、まあ、せっかく友達と来たので夕飯食べて帰ります。まあ、サイゼリア本当安くていいですよね。この日は全然まだ勉強できていないので、夜しっかりと勉強していきたいと思います。というわけで今度は商業簿記ですね。こんばんは。商業簿記会計学で30点取れるように頑張っていきたいと思います。で今週からちょっと問題集とかもう一回一からやり直して、まあ、今月中に2週ぐらい終わればいいなと思っていて、まあ、5月中に過去問で合格点取れるようにしていきたいなと思っている所存でございます。というわけでここからはちょっと調べ物ですね。おっと、カメラが倒れてしまいましたが、カメラを止めるなの精神でもう一戦商業簿記やっていきたいと思います。というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。で次回以降もアフレコの動画を出すと思うので、もしよければそちらもぜひご覧ください。というわけで今回もありがとうございました。バイバイ。